皆様、ごきげんよう。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。毎日、暑い日が続きますね。熱中症に気をつけて過ごしていきたいですね。チャンネル登録してくれると嬉しいです。本日は、飯田さんと咲人選手のツーショット写真がやばすぎると話題になっていますので、そのことについてまとめたいと思います。飯田さんは、ご自身のインスタグラムにこのような投稿をされました。初めて話しました。楽しい時間をありがとうございました。と、ご自身のインスタグラムに、ブレイキングダウンでおなじみの咲人選手とのツーショットをアップされていました。このイケメンすぎる2人のツーショット写真と投稿に対して、ファンの方々は、ついにお二人が絡んだの、嬉しいです。ブレイキングダウンイケメン2トップですね。お二人楽しい時間良かったですね。しかしイケメン2人だなぁ。飯田さん、咲人くんともに、落ち着きと癒しのイケメンですね。ブレイキングダウンイケメン対抗戦あるのかなぁ。などといった、2人がイケメンすぎてやばいといった内容がたくさん上がっていました。意外にもこの2人は初めて話したのですね。今後この2人がどのような関係性を築いていくのか楽しみですね。今後の行方が気になるところですね。あなたの意見や感想をコメント欄で教えてくれると嬉しいです。今後もブレイキングダウンや格闘技、注目されている選手、話題になっていることや内容についても触れていき、動画を配信していきたいと思っています。格闘技が盛り上がっていってくれると嬉しいですね。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録してくれると喜びます。それではさようなら。次の動画でお会いしましょう。